あー暑い暑い。はい、どうも皆様、いらんからふてダラダラプレイヤーのおじさんでございます。おじさんでございます。暑いまあ、毎度暑い暑い言ってますけど、いや北海道なんか今年もおかしくないですか。なんか今日も28度とかなんですよ。そうそう30度とかいかない地域なんですけどねえ、暑いで、この家エアコンとかもないんで、もう、まあいいや、その話はどうでもいいとして、はい、これおっさん島でね、筋肉さんがちょっとこう、ね、よそ行きの格好してます。意外と鉄のインゴット、まあちょこちょこ掘れたので、ズボンだけちょっと革のズボンですけど、まあこんな感じで、で、鉄の剣とか鉄のツルハシとか、まあこんなものも、ちょっとまあこれ石の斧ですけどね、まあこの辺をこう、まあ作ることができたと。ほんで、この筋肉さんの背後にある、あれ。なんか出来損ないのトウモロコシみたいなのがありますけど、あれ何かっていうと、ちょっと近くまでね、ちょっと行きますね、これ。ちょっと危ない。ね、ここで死ぬわけにいかないから。近くまで行くと、これ何かっていうと、あれですよ。あれですよ。いつだよね、作るって言ってた、ね、おっさん島。エーテライトでございます。エーテライト、これエーテライト、ほらなんか近づくとね、これ元でマップの元が入ってるんで、ボクセルマップってやつね、まあそれが入ってるんで、まあなんか今出ないけど、はい、エーテライトでございますね。ちょっと出来損ないのトウモロコシみたいになってますけど、なんかこのね、飛び散ったこのなんていうの、こう なんだろう、こうコーンが何粒か飛び散ったみたいになってますけど、これイメージ的にエーテライトってさ、まあ、ご存知の方の方が多いと思いますけど、ぐるぐる回ってんのね、周りをこうぐる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 で、エーテライト自体もこうぐる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 回ってるんですけど、マインクラフトってぐるぐる回ってくんないんで、まあ、ちょっと頑張って表現してみたけど、まあ、僕のセンスがないというか、なんしょぼいしょぼいですよね、これしょぼい、すぐしょぼいで、もちろんこのシーランタンとかガラスとかグローストーンっていうのをね使ってるんですけど、このまま持ってるわけないんで、もちろんですけど、これクリエイティブモードで作りました。で、まあ、エーテライトを設置したので、このモッドのボクセルマップっていうね、まあ、こいつでウェイポイントっていうのをポチッとやると、はい、おっさん島エーテライトブラザっていうのが追加されてございます。でこれテレポートって押すと、はい、エーテライトの中にこうワープしてくるっていう、まあ、これでもうね、どこ行っても帰ってこれるっていう、はい、まあそういうずるいことをしたんですけど、まあ今のところこうね、おっさん島のエーテライトしかないわけでございます。で、動画外でちょっとこうね、これあまりにもリアルが熱いんで、ちょっと北の方に行ったらさ、なんか氷でもないかなと思って、ちょっと北の方ぐるーっとこうね、歩いて行ってきたんですけど、まあ何にもないんだよね。何にもなかった。何にもない。で、ちょっとね、こっちの方もちょこっとこうブラブラしてみたんですけど、やっぱりね、島の形がちょっと前と違うんですよね。で、もちょっとこうね、おもむろにこう、左側にこう、寄せましたけど、で、この辺、右側にちょっとね、昔のおっさんワールドのマップ、多分スクショ残ってると思うんで、ベッて貼っときます。ベッてね、こう貼っとくと思うんですけど、なんか違うんだよね、形が。で、多分アップデートとかの影響とかで、なんかすごい断崖絶壁のね、島とかがあったんですけど、そういうのもやっぱなくなってました。で、なので、どうだろう。このね、この南側の島をうろついたら、まあ元、昔僕がね、マインクラフトやってる時に、南京村っていうのを、まあ作ったというかね、勝手に村人がいる地域をね、まあ、モンスターに襲われたら困るっつって、こう、なんか土がなんかでこう囲ったんですよね。バーってこう囲って。で、それがなんかこう村人を監禁してるように見えるっていう。でもまあ中は自由だから、まあ、南京村でいいかっていうことで。これはコメントで、南京村なんていかがでしょうかっていう名前をね、考えてくれた方がいたので、まあ、それを、名前を付けたと。まあ、そういう感じなんですけど。なのでちょっと今回、村探しに行こうかなと思って。で、とりあえず肉と作業台とかまどで石炭。まあ、で、あと、ボッコと。まあ、このぐらい持ってけば、まあ、なんだかんだサバイバルできんじゃないかなと思って、で、ちょっと怖いので、いつでも寝れるように、ベッド持っていこうかなと思うでございます。ね、ベッド今これから作って、あ、で、そう、これダイヤモンド、6個だけ掘りました。で、もったいないんでまだ使ってないですけど、ね、で、インゴットも47個。で、結構地下空間ね、また僕、ガバーっと地下空間広げたんで、
まあ、いずれそれも、なんだろうな、お見せできればなという感じなんですけども、あとなんかいるかな。ベッドで夜はどうにかなるし、なんか困ったら作業台とかで作ればいいから、まあ、とりあえずこんな感じで、まあ、どうにかね、いける。あれだ、あの、あれボートあった方がいいな。ちょっと松でいいや。松のボートとかちょっといいんじゃないね。松のね、これボート、これボート作って、なんだレシピ解禁、はい、そうですか。これでちょっと預けといて、はい、でこれでちょっとサバイバル生活をして、あー夜だ夜だ、あーでも夜になるまで、もう夜だっていいって、寝ろって、いやもう行くわね。でちょっと南の方の島の方までちょっと行ってみようかなと思っており、あれちょっと待って、俺船着き場っぽいのを作ったんだけど、どこに作ったか忘れた。ちょっと夜だ、寝るわ。今寝れるでしょ、もう寝れるよね。あれなんで夜だって、もう余裕の夜でしょこれね、暗いよね。ちょっと待って、船着き場俺どこに作ったっけな。なんかね、船着き場っぽい場所もね一応作ったんですよ。作ったって言えるあれじゃないけど、こっちかな。もうおっさん島がね全然発展しなくてね、ちょっと訳がわからない。わかんない、わかんないな。でも夜になるな。夜は怖い。ちょ、ここで寝るわ。はい。あー、これなんかグリーパーに爆破されたとか書いてるけど、さっき死んだの俺。さっき死んで、もうなんかもう地下掘りたくねえなと思って、ちょっと旅立つことを決めたっていうね。まあ、それどうでもいいあれなんですけど、いや、この辺からいっちゃう。あ、これね、あの鳥さんをこう、なんか筋肉といえばやっぱり鶏肉かなと思って、それ鳥をいっぱいこうね、あの今こう繁殖させております。だからこう鶏肉ね、焼き鳥持っていくから。で、ね、焼き豚とかもちょっといくつかあるんですけど、まあ、ちょ、うわ、よし、まだちょっとね、あんまり食べてないっていう状態でございます。で、どの辺上陸しようかな。結構でかいんだよな。砂漠とかにね、ちょっと村があってくれたらね、嬉しいなと思うんですけど。で、そこを発展させてさ、こう、ウルダハチックなさ、ね、そういうちょっと村とかにもしたいなと思ってて、まあ、いろいろ考えてはいるんですけどね。で、マイクラやるとね、止まんなくなるんだよね、このゲームね、ほんとに。あー、コーヒーおいちい。ねえ、なんだかんだでも、まあね、某、ふんふん14も、どうにかこうにかね、4.0 のメインクエストは、ようやくね、クリアできましたんで、ちょっとゆっくりマイクラやろうかなっていうことで、やってるわけなんでございますけども、村発見できるかな。ちょっと適当にこの辺上陸しちゃおうかな。これ何さ、これ雪かいこれ。あ、これ水かい。水だね。いや、ちょ、この辺上陸しちゃおう。上陸して、ちょっと、うわ、これ難しい。酔うわ、これ。よし。で、ちょっと、ね、ボート持ってこ、ああ俺のボート、よし、ボートも一応持っていこう。ボートも一応持っていって、さてどんなね冒険が繰り広げられるか。まあ冒険というかね、まあそんな大したことはないでしょう。夜になったらベッドで寝るっていうね。でもなんかもう危ねえってなったら、もうね、エーテライトプラザは向こうにありますから、もうペッてこう、ペッてこうね、ワープできると。これ何の木？これアカシアかい。アカシアだね。これ多分ね。昔でもね、南京村あった場所ね、確かアカシアが生えてたんで、意外とね、ちょっとこの南の方に来るとさ、ちょっと、いや、掘れない。こんだけあればいいわ。多分なんだけど、村あると思うんだよな。で、ミニマップはね、今こう、動物みたいなやつはね、若干表示されるようにはなってるんですけど、モブとかはね、ちょっと表示切っちゃってるんで、危険が近づいても俺わかんないっていうね。さて、あ、じゃ砂漠、こっから砂漠なんだよな。前と結構変わってるよね、これね。村っぽいものはないよね。これ何？これなんだろう。村ではないよな。これ赤いのマグマでしょ？砂漠って、村っぽいのなくねえだってこれ。ねえ。もうこれ、このマップ使ってる時点でずるいんだけどさ。これ何さ、これ。なんもねえんだよな。ちょっとこのこっちの黒いとこね、まだ行ってないところ、ちょっと目指していこうかな。何にも、あ、ね、なんか落ちそう。なんか、何にもないんだよな。あ、これ、ね、この木、バーンってやったらこう、ボッコ出てくるからさ。
重要重要ね、サバイバルですよ、サバイバル、これぞサバイバル。あ、サボテンだ、サボテンもらっとこう。ういよいしょ。なんかすごいすごい地形。筋肉さん大丈夫かね、鉄のなんか鎧とか装備してるけど熱中症とかなんじゃないこれ。うちの犬もね、もう暑そうで暑そうで大変だからさ、この暑い時にね、あんま砂漠とかうろつきたくないよね。リアルも暑いし、ゲームの中もなんか暑そうっていうさ。なんだかね、あ、サボテン。サボテンってでも何に使うんだろう。食えんのこれ、サボテンって。あ、食えね。食えないし、置けない。占領的なものにしかならないのかな。ね、まあ、まあ、特にね、そんな、まあ喋るネタもないんですけど、まあまあまあ、だら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 と、ちょっとね、俺なんか向かってる方向違うね。こっち、そうだよね、南東に向かわなきゃいけないよね。なんか俺西の方に向かってたな。ちょっとじゃあこっち側に行こうか。もうねあれですよ、あの後半ね、あの昔エリトラ取ってからはもうエリトラでぴょんぴょこぴょんぴょこ飛ぶのが慣れちゃってるからね、やっぱこう楽、人間楽になるとダメだね。楽になるとダメだ。でね、前からやってるとね、俺すっごい思うんだけど、あの現代社会のね、この自分がさ住んでる家とかさ、電気とかさ、もうなんかそういうのがすごいねありがたく感じてくる。なんか電気って素晴らしいなと思ってね、スイッチ押したら電気つくんで、あ、これはあれでしょう、これちょ行くか、これはあれだよ、ほーらね、落っこちたらこれ TNT 中に設置されててバーンってなるやつね。前はねこれ知ってる知ってるって、あの大手 YouTuber さんの動画で見たもん、大丈夫大丈夫って余裕ぶっこいてね、初めての時死んだんですけど、今回はね、なんぼなんでも大丈夫だと思うよ、俺。なんぼ、うわっ、なんかいるもん。うわっ。やべ、バカ、危ねえ。あ、でもラッキーだったね。ラッキーラッキー、これ。ラッキーラッキー。ね。これでちょっとゆっくり下がっていこう。ゆっくり下がっていこう。ここはほんと飛び降りるともう、あれだから、終わりだから、これ。飛び降りちゃったらもう、ダメな、アウツだからね、ここは。待ってよ、この辺からどうすかな、ここからもう多分穴っぽこでしょこれ。あれ、あ、ほら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 、ほら危ないから、これほんと危ないから、ちょっと周りからね、周りから削ってこう、こう、おーおーおー、ここ大丈夫ね、こう周りからこう削ってね、こう一歩一歩こう降りていくっていう、このなんかね、サバイバル、うん、なんて言うんだろう、こうね、ちょっとこう、あ、安全第一、安全第一ね、安全第一、安全は安全だから、意味わかんないけど、ちょっとね、これは死にたくねえからな。さっきクリーパーに爆破されて死んだばっかりですからね、地下で、おっさん島の地下空間で死にましたから俺。おこれでも宝箱の上は降りても平気だよね。オッケー。お、いらねえ。何これ、砂と腐った肉しかねえじゃん。何これ、ちょっといい、これはいらないわ。火薬いらない、いらない、これいらないわ。よし、周りを破壊していきます。ういっ、いやー、あ、馬鎧、ちょっとこれわかんないけどもらって、これ何使うんだろう。インゴットももらっとく。あ、糸ももらっとくか。じゃあ、アイテムもなんか結構パンパンになってるな。ちょ、これ1個いらないわ、これ。よし。よし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 。じゃあ、次のお宝いきまーす。うい！お！エンチャント落下耐性。お、初エンチャント。初エンチャント本ですよ。ラッキー。砂いらない。ここもいらない。糸もらってこう。骨いらない。肉、あ、馬鎧、金、あ、重ならないんだ、これ。馬、これもらってこう。よし。よし、ちょ、救急車がね、救急車がちょっとうるさいな。えいっ、ダイヤ、いいね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 、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。すごくいいよ。今回、ここは当たりだった。ここは当たりだった。で、ついでにちょっと、あれだ。TNT も、破壊してこ、破壊っていうかね、もらってこ。これはもう踏んでも大丈夫だよね。逃げ場確保して OK、カチャって言わないから大丈夫だね。
オッケー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 、よしよしよし、 TNT をもらってこ、オッケー、無事生還っていう。でちょっとチェストもいいや、もらってこね、チェストをこうもらってって、結局全部飛んのかよっていうね。でん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 で、よいしょよいしょよいしょ。でか、あれ帰り道どこ、ここ帰り道、ここで個人的にいらないものぽい、これどうしよう、これ今いいわ、火薬も今いい、ぽいぽい、チェストはもらっとく、骨ぽい、あとはね、これいらないぽい、ぽいぽい、 TNT は何かで使う、馬もまあこんなもんかな。よし、じゃあ村探しの旅にまた再開しよう。いや今回ロッキーちょっとあれだね、なんだっけ、ダイヤは嬉しい、ダイヤは本当に嬉しい。あ、登れない、登れない、よいしょよいしょ、砂は今いぽいぽいはい。でじゃあ俺どこ行くっつったっけ、南東こっちか、こっちかね、ありがとうございました、このピラミッドみたいなやつね、ね、ありがたくダイヤは使わせていただきます。ダイヤのツルハシでも作っちゃおうかなね。でも今ね、修繕とかがないからやっぱりダイヤちょっと怖いんだよね、なくなっちゃうのがやっぱ怖いからさ。であれ端っこまで来ちゃったけど、うわ、なんもねえぞ、村っぽいものがないんだよな。もう16分でしょ、ちょっと村ないかい、ほんとにちょっと行ったことない地域の方まで走ってこう。村がね全然、前でも南京村結構楽に発見したんだけどな。よいしょよいしょ、ちょっともう早送りかな村があるまで早送りかもしんないねこれね。あ、綺麗だね、綺麗だねこれ。はい、バシャコーンと、あ、筋肉さん表示させておこう。はい、バシャコーンと、よし、オッケーオッケーオッケー、最高。もう夜だろう。はい。あー、村ねえぞ。お、これ村でしょ、これ南京村だって、絶対南京村だって、あれねえ、懐かしの南京村たどり着いたんじゃないこれ。マグマがあるね、絶対落ちないよ、絶対落ちてたまるか。あ、村人のアイコン出た、村だ村だ村だ、やったねやったね、おー、村だ村だ村だ、え、これもろ南京村じゃねえか、違うかな、やった村村村村だ、あーっつってるもん。おーおー、なんか走ってきた。おお、やった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 。あ、これ絶対南京村だ。俺がぶっ壊した村だよ、これ。多分だけど。あー、いいじゃん。羊もいるし。ねえ、いっぱいこれ、なんかパクれるものもいっぱいあるからさ。あ、いいよ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 。でもなんか、白い人とかいないな。え、南京村じゃないのこれ。ちょ、どうやって入んだよ、これ。なんかやらしいね、この村ね。あ、足場が、足場 TNT でいいや。ね、TNT こうやって置いてさ、入ろう。なんだこれ。ここいいわ。で、ここ後でちょっと色々やるんで、ドアぶっ壊します。はい。今聞こえました？また変な音鳴った。これね、ちょっとコメントでも教えてもらったんですけど、なんかこう、洞窟とかに入ってるとたまに鳴るって言うんだよね。でもすっごい、うわ、おい、なんだこれ。あ、製図家がいる。製図家いるけど、これ、俺がやってないよね。俺じゃないよね。これ、軟禁されてるよね、この人ね。軟禁村だよ、これ、完璧、これ。あ、本とかあるな。いずれエンチャントしたいから。これ、ちょっとここ、ここぶっ壊して侵入するわ、これね。この人のうちね。ドーン、ウェイ、ウェイ。
こんにちは。はい、こんにちは。あれ、そこイランカラプテじゃないの？ドアください。ドア。はい、ドアはいただきました。あ、そうですか。はい。で、どうしようかな。とりあえず、じゃあ、南京村っていうか、まあ、ここちょっとね、また村人軟禁して、あの村人無限増殖装置をね、ちょっと作ろうかなと思ってますんで、どうしようかな。とりあえず、じゃあ今回村がありましたっていうことで、じゃあこの辺で、今回は終わるでございます。なんかすんなり、意外とすんなり村見つかっちゃいましたけど、多分次回マインクラフトの動画があるときは、まあ、ここにも多分、あの、エーテライトをね、エーテライトを、まあ、クリエイティブモードを使ってエーテライトを設置しておいて、まあ、おそらくこうね、ここも壁に囲まれてる、なんかこう近未来的なね、なんか村になってるんじゃないかなっていう感じがします。しますというか多分します。まあね、また僕のセンスがないんで、すっごいぐちゃぐちゃになってると思いますけど、はい、そんな感じでよくわからない動画でございましたけど、お付き合いいただいた方ありがとうございました。ほいでは、したっけね。あとね、そう、最後なんですけど、ね、暑い地域にお住まいの皆様、熱中症などなどには十分お気をつけください。もう、僕も全然ね、ご飯が食べれない。食べれない。筋トレしてプロテインのみっていう、なんか食べれないのも、なんか気持ち悪くて、具合悪くて。なので、ね、皆さん体調には十分お気をつけください。では、なんだこいつ。なんだこいつ。なんか近寄ってきたけど。なにこれ。なにこれ。